煽りが出るのか。まず座っているのはワンピが、ゲーセンのレバー折らないでください。秋下 VS ツーピが権限突破要塞。さあやはりここでも蹴り出しどうけだ。上からも使わせていくのは要塞。あ、ジャンプインの先端をしゃがんでダメージを取っていく。上は見てます。ジャンプに勝ち合って走り込んで両サイド。さあ苦しい状況だぞ。さあ負けてられない勝利が出る。ガード集団ガード乗っているぞ要塞。お家に帰るな。ラウンド2ファイト。亀足に持っていってるのは秋下の前に押しかけてコムにはならないが、あっと昇竜が出ない。大スピンで押し込んでいく。スピンが打ちたいとこだがガーキャン、危ないところはきっちりガーキャンで返している両サイド。飛びも上からかぶせて上げる。やり込みに支えられているこの動き勝ち。うまいところに置いていきます。さっきした苦しい状況だ。そこでジャンプ飛ばし刺す。まだかすみしゃがみ DC しゃがみ D ということで3発当ててもそれで3割やりますからねこの人。さあだが調子を食らってしまって上からかぶっている。上と見せかけて下、苦しい状況だ。アインシュート、アインシュート中段。さあ危なげなく要塞勝利。さあ桜沼が U5 段。まあ先に決勝で M ダッシュジャンプが待っております。さあ関西対関東になるのは確定しましたが、さあどちらのチームが行くのか。さあ大事な一戦、15段対達也。ファースト1対横段投げを外している。この試合もおっとここで下段シャラーでぐるっとぐるっとゲージを止めにいく。上が仕掛けているのはワンピーが優子だ。投げを外している。さあ危ないところはガードでしっかり回避。さあシャガイピーが置いてある。走り込む。さあ勇気を持って走り、さあちょっと達也強引だがジャンプを通して切り込んでいく。うわ前転してる。すかし投げお互い禁止。 AC が出ていましたが相打ちになって勝つのは U5 段。あやしたってくださいの言葉通り。バートが当たっては元気がなるか。去年の試合もケイダッシュのけでも非常に印象的だった U5 段。ゲージを潤沢にある状態で嫌がらせをしていくがジャンプをかぶせている 2P が達也暴れてます。裏からシャラ、おお大ワイツ。長キャンで嫌がらせをしていく。引っ掛けておっとここはゲージ吐かないというか出ない。前転に対してしゃがみをしっかり当てている中段。さあU5段、さあキラーマシンと言われたこの男、殺戮の限りを尽くす。まずはここで1ゲージを使っていく。さあこれで2ゲージ弱といったところ。エムエス P 勝ちをして中堅大将戦へ。霞川もここはしっかりやっていかないと、ゲージをためられただけで終わるというのが最悪の状況。さあセンター当てていく。立ち打ちが置いてある。ダンティー突っ込んでキーシー投げる。さあうまく後転に攻撃をさしていく。さあ昇龍が使ったところにコンボ確定、勝ったの1000円。さあモンテのキラーマシン1回目の攻撃で達也を倒す。さあだがキラーマシン2回攻撃です。2回目で要塞攻撃ができるのか、さあそれとも要塞、ここを相方の達也の敵を取れるのか。やはりゲタシドケラ、ここをまず制さないと。ガードしている。さあ牛田の K ダッシュが気を吹いている。ジャンプし、さあこの男、この男去年に引き続き今年も見せてくれます。さあ頑張りました、寡黙な一言いただきましたが本当に頑張ってるこの男。さあ要塞上からかぶって、ああなんか中段がジャンプで抱えている、投げてジャパン。さあ今度は牛田がガードに回っている。亀足を回避、まとめて投げて亀足、おおいいブラックで確定してない、待ってからアインフォーム投げを決めて西田暴れている。亀足は回避しているが多数の尻が刺さる。投げておっと出ない、投げて中断、0秒が長い。さあU5段ここまでの強さを持っているか。またピンチだ、先ほどと同じ状況。まずは K ダッシュ、これを出さないと話にならない。あ持っている、上からかぶって投げるジャンプ B。 さあやはりここは開けていられない、要塞修練のジャンプ B。 そしてパスにファーストしたシャミディ押し込んでいく、空中重ね当てで。さあまずはここは要塞3ゲージある、ワンコンボ決めて有利を取っていきたい。相手をしっかりここは取って2ゲージ立っています。刺さる、投げる、あー苦しい状況だ。ガーキャン、キラーマシン。